そしてくれたきっと、やべるべてもしゃあねえべ。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 そんだけとけやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな記憶あっけ、あっぜ、あっぞ。なんじゃやるしかねえは生きる。はい、皆さんこんばんは。カモンユーゾーの優しい独り言、お相手は私カモンユーゾーでございます。皆さんこんばんは。はい、5月もいよいよ今日で終わりということでですね、早い梅雨入りをしてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、ちょっと前まですっごい暑い日が続いたのに、また寒くなりましたよね。今日もですね、カモンスタジオ寒くてですね、ストーブつけてしまいました。まあ灯油残してもしょうがないかと思ってつけてみたんですけど、いやいや本当ね、寒くてね、ちょっと昨日のベネルッパさんじゃないですけど、僕も少し鼻声で、まあ今日のテーマも被ってはくるんですけど、ちょっとね、今度余興をやるんですよ。結婚式があって、今週末、今週末にね、余興があって、結婚式やってね、それで余興で歌うんですけど、2曲やります、2曲。1曲はね、斉藤和義さん、栃木出身のね、ミュージシャンですけど、斉藤和義さんのずっと好きだったっていう曲をですね、一応僕はメインボーカルで、歌わせてもらおうと思ってるんですけど、まあなんかね、練習すればするほど声が出なくなっていって、今週、先週か、この前の日曜日かな、練習しましてですね、はい、ハッピーデーさんこんばんは。なんかね、声がどうも出なくて、歌いにくい。まあ今までがカラオケボックスで練習してたんで、それに比べると広いところでこの間やったんでね、その跳ね返りですか、まあね、それがない分ずいぶん歌いにくいななんて思いながらですね、練習したんですけど、まあ今日もちょっと終わったら少しね、1、2回歌っておこうかなと思ってるんですけど、どうもね、昨日のベネルッパさんもそうですけど、僕もちょっと風邪をひいておりまして、皆さん大丈夫ですか。本当ね、台風一過で晴れるかと思えば、なんだか思ったほど暖かくならずですね、寒い日が、続いておりますが、なんか運動会もね、この台風のせいで随分めちゃくちゃになってるみたいですね。まあそのあたりも番組始まったら少しお話しながらね、進めていこうかと思いますが、今日のメールテーマはですね、二次会となっております。これなんでかって、昨日思いつきで言っていたようですけど、僕は実は今週末にある結婚式の二次会の幹事もやってるんですよ。すごいですよ。まあこれも始まってからと思いますけど、二次会っていろいろあるじゃないですか。打ち上げなんかも二次会って呼ばれますからね。運動会の二次会、まあ打ち上げみたいなものもね、二次会と思って、まあよかったらメール、今日二次会終わって今番組見てんだなんていう方はね、ぜひメールいただければと思うんですけど、メールの送り方はですね、ここに今流れておりますけど、nas_wave@yahoo.co.jp、 こちらまでですね、お送りください。あなたのメールでこの番組は出来上がっております。久しぶりに言ってますけどね。まあそんなわけで、今日のメールテーマは二次会ということで、二次会ってなんだよって思うかもしれませんけどね、まあ二次会のやるならこんなお店どうですかなんていうのも結構ですし、二次会のやっぱり幹事をやったことがある方ですね、こんなことやったら面白いんじゃないのとかね、そんな意見もぜひぜひお送りください。どうも、僕の仲間うちはですね、二次会の準備だとかなんだとかイベントだとか、みんなギリギリで決まっていくことが多いです。実際まあ僕もゲームとかね、やることは決めてはいるんですけど、まあ実際、何をどうやるかっていうのは細かくは決めておりませんでですね、まあ二次会どう盛り上がるのかって今から自分の中でも楽しみなんですけど、楽しみって自分で企画しなきゃダメなんですけどね。まあそんなわけでですね、今日のメールテーマは二次会ということで、お店とかですね、こんな楽しいゲームやったことありますとかね、こんなことが起きましたとか、そんなもの
ぜひ皆さんメールでどしどしお送りください。それではいつものように、久しぶりにね僕七ケケさんの顔をですねある方のブログで拝見させていただきました。元気そうで何よりということでですね、そんなわけで今日も七ケケアニメーションでスタートしたいと思います。カモンユーゾの優しい独り言、今日も1時間よろしく。はい、というわけで始まりましたカモンユーゾーの優しい独り言、皆さん今日も1時間よろしくお願いします。はい、そんなわけで今日のメールテーマは二次会ということで、メールを募集しておりますけれども、皆さんは二次会とか参加したことあるでしょうか。僕はたくさんあります。僕友達少ない方かなって思ってたんですけど、思いのほかですね20代半ばからですね、結婚式ラッシュがありまして、今まで僕何件ぐらい出ただろうな、多分20件ぐらいは出てんじゃないかなってぐらい、出ました。ある年はね1ヶ月にね2件3件ぐらい、続いた時もありましたね。あの時は厳しかったですね。あの寿貧乏ってよく言うじゃないですか。本当にねお祝い包んでいってね、それで終わりじゃないんですよ。今日のメールテーマになってますけど二次会、これがね二次会がまた費用がかかるということで、お祝いをね包んでってね、楽しんだだけでは終わらない、これが結婚式の、常でございますが、皆さんは二次会ね、どんな経験をしたことがあるのかぜひメールでお送りください。メールの送り方は、下にも出ております、ナスアンダーバーウェブアットマークヤフードとco.jp、 こちらまでですねメールを送りください、よろしくお願いしますということで、なぜねこれ二次会ってやってるかっていうのも先ほど言った通り、今週末僕は実はあの久しぶりに結婚式に呼ばれておりまして、そのね結婚式で余興と、余興もやるんですよ。それなんで先週かな、余興というテーマでねやらせていただいたんですけど、いよいよ、生演奏でですね、僕歌います。はい、斉藤和義さん、ずっと好きだったずっと好きだったんだぜっていう、ご存知の方はご存知じゃないのかなと思いますけど、ちょっと前にね原発の方でこの歌が替え歌になってですね随分話題になりまして、今もね話題には上る曲ではございますが、ちゃんとね、ずっと好きだったの歌詞でやる予定なんですけども、これをね新婦さんが見てると、ネタバレになってしまうのであまり言いませんけど、曲はもう知ってるので、ちょっとね曲の中で少し、サプライズを やろうかということでですね今練習してるんですけど、生演奏っていうのも久しぶりですね。僕大学の時に実はレゲエバンドっていうのをやってまして、トランペット吹いてたんですよ、こう見えて、もう随分ねラッパは吹いても音出せないんじゃないかなってぐらいねやってませんから、自信はないけれども、今回はギターでやりますけど、メインボーカルということで伴奏演奏だけ、
ギターでねジャリジャリやりながら、僕がメインボーカルで歌おうということで練習しておりますけれども、まあね、余興で終わりだったらよかったんですよ。ところが、なんかなんて言うんだろう、まあ、ちょっと置いてお話がありますみたいなことでですね、新郎から、まあ、友人から呼ばれてですね、なんか何かなと思ったら余興やってよみたいな話と合わせてですね、なんと二次会の幹事をお願いしたいということで、実際ねこの友人は僕はまあ、高校の時からの知り合いなんですけど、あるお店をやっておりまして、でそのお店に僕はよく遊びに行ってはいました。だけどまあ二次会のね感じやるほど僕は逆にその彼の友達とつながりがそんなにないということで、どうしようかなと思ってたところ、なんか逆にそのお店に来てたお客さんを結構呼ぶらしくて、でそのお客さんたちからぜひカモンさんにお願いできないかというお話があったそうで、まあお祝い事ですからね、僕基本的にお祝い事は断らないようにしてるので、快く引き受けましてですね、いよいよ今週末6月の4日にですね、僕の友人が結婚式を挙げるということで、お祝いに行きたいなと思っております。まあそんなわけで二次会ね、二次会は今度は僕がメインで司会をやらないといけない、進行しないといけないということでですね、飲んでばっかりはいられない。そんなわけで皆さんからもぜひですね、その二次会こんなことやったら、こんなこと言ったら盛り上がるんじゃないのとかですね、そんなメールをお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。本当ね、ちょっと案外今は全然落ち着いてるんですけど、やっぱりね当日迎えるとね、どうしようどうしようみたいなことが多くなるんですよね。まあ大体それが常なんですけども、今までもね二次会幹事ってやったことありますからね。ハッピーデーさんなんかどうなんだろう、結構リーダーシップ取るタイプですから、どうなんですか、二次会の幹事とかやったことないんですかね。割とね頼みやすい人に来るもんなんですよね、こういうのってね。だからどうなのかななんて思いながらですね、今回二次会、ぜひ皆さん二次会でこんなことやったよとかですね、ぜひマーサヤンさんもですねこれ呼ぶいつも読みにくいな、マーサヤンさんもですね、二次会でこんなことやったことありますとかですね、ぜひお送りいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあそんなわけで今週1週間はですね、僕はアコフェスの方ですね、大忙しで、担当させていただきました。まあ生配信というのをですね毎回やってるわけですけれども、今回は新しくね、初めましての方がいまして、あらそうですか、今ちょっとハッピーデーさんから書き込みがありまして、意外とそういう時は目立たないようにしてますので感じにはなりませんということでですね、そうですか、マサヤンさんもこんばんは、カモン雄三でございます。まあそんなわけでですね、今日は二次会ということで皆さんメールを送りくださいね。nas_web@yahoo.co.jp、まあ先ほどの話に戻りますけど、今週はアコフェスの生配信やりました。で初めましてという方がですね、いらっしゃいまして、ところが僕はある方は、この今から紹介する方は初めましてじゃなかったというですね、ことで、紹介したいんですけどもね、小林進さんというですね、男性の、ミュージシャンがいらっしゃいます。群馬からですね、わざわざこのアコフェスに来ていただいたんですけども、この方ですね、なんか見た目がね初めましてなんですけど、なんかどうもリハーサルの歌聞いたりしてると、なんか聞いたことあるなと思ってたら、このネットラジオ、僕ナスウェブを立ち上げて最初にですね、この県北で開催されてたコンテスト、サウンドシャワーというですね、大会があったんですけど、これはなんだっけかな、ベストオブザ、違う、ソングオブザイヤーかな、ソングオブザイヤーといって、その曲をいろんなミュージシャンから集めて、でこの年の、一番を決めようと、まあ、一番っていうか、その一番いい楽曲っていうのをお客さんとかに投票してもらって決めましょうというようなね大会があったんですけど、僕これナスウェブ立ち上げていきなりその特別審査員やってくれないかっていうことを頼まれましてですね、参加したことがありました。まあ1回だけだったんですけどね、その時に、参加してたのがこの小林進さんという方なんですね。その時のしかも曲を歌っていただきました。クロワッサンという曲なんですけども、まあちょっとねまずは聴いていただきましょうか。
小林進さんでクロワさん、どうぞ。いいね、これ普通のライブハウスやところオプションでこれ何百円とか取らないんですね。では次はね、ちょっと可愛い歌でクロワさんという歌があります。聴いていただいた曲が小林進さんという方なんですけどね、クロワッサンという曲、この曲自体がその僕が多分2年前だったかな、2年前のそのサウンドシャワーという大会のですね時に、エントリーされてた曲なんですよ。でもう一曲渦間川だっけかな、あの2曲あってね、でこの方は何曲か出してて2曲選ばれてたんですよ。でね、まあなかなか僕も音楽にまだそんなにね今ほどね聞き込んでた頃がなかったんで、すごくその時の曲っていうのがすごく残ってて、で、あ、この曲歌ってた人この人かって、その当時髪短かったんで今髪の伸びてたんですごいね急に若返った感じがしてねびっくりしたんですけどね、まあ小林進さん、なんと、雅也さん、まあ、大島雅宏くんですけども、スーさんと呼んでるだけにやっぱり知ってるんですね、小林進さん今回は8弦ギターというのをですね持ち込んでですね歌っておりました。ところがよく見ると弦は6本しか張っておりませんでしたけどね、見てましたね、映像で見るとちょうどねそのネックの上のところなんていうんですか8本ついてるんですよあれ。僕もだからあれがすごく気になってて、でこのあとアコフェスの後にですね打ち上げがあったんですけど、実はその間にちょっと取材もあったりしたもんですから僕10時半ぐらいにね打ち上げに合流したんですけど、8弦ギターに関してちょっと気になってたんで聞いたら
6本しか貼ってないんですよっていう話になって、あ、結局6本で普通にギターでやってるのかと思ったんですけど、いろんなエフェクター使ってね、いろんな本当に面白い音を出して やる方なんだなと思って、でどうなんだろうな、インスト系みたいな、機材を揃えてる方だなって僕はちょっと思ったんですけど、どうなんですかね、大島さんはね、音楽よくご存知かと思うんですけど、小林さんって結構インスト系みたいな音作れるような機材揃えてる感じがしたんですけど、スパイダーとかっていうねカポがあるんですね、僕は初めて知りましたけど、なんか演奏してたらカポがなぜか演奏してる手前にあるんですよ。カポって皆さんご存知ないかもしれないですけど、ギターのね音を上げるのに使うんですよね、音程を上げるのにね。でそれがなんであんなところにね、カポはついてるのかなと思ったら、スパイダーとかっていうなんかカポらしいんですけど、必要な弦だけをその場所で押さえることができるカポなんですね、あれね。僕はこんなのもあんだと思ってね、びっくりしたんですけど、なかなか多分僕あれ買ったとしても使い道がないなと思ってやっぱり一緒にいたね、これからもう一人紹介するんですけど、星くんという方が演奏を今回したんですけど、初めてね参加したんですけど、星くんもねそれにちょっと興味持っててね見てましたけどね、ちょっと話が出たところで、星正人くんっていうですねミュージシャンがおりまして、今回その方も初めてですね参加していただきました。で僕はね結構好きですねこの星正人くんの歌、なんだろうまあいいや、後でちょっとお話したいんです。この星正人くんに関してはね、当日もいた人は分かるんですけど、いろんな知り合いとかもいて、でいろんな過去がもうその場で掘り出されましてですね、ちょっと面白かったんでね、星正人くんの曲をまずは聴いていただきましょう。星正人くんで、春を待つあなたにという曲ですね、聴いてください。星正人くんで春を待つあなたに、どうぞ。いろんな場所で、大変な思いをしている人たちがいると思います。おぎる皆さんも、デビューの前セールでユーストリームや、YouTube で聴いてくださっている方もそうと思います。そんな皆さんに春が訪れますように。最後の曲です。春を待つあなたに。春を待つあなたに、移りな子供
はい、星正人くんでですね、春を待つあなたにというですね曲を聴いていただきました。なんかすごく爽やかでいいなと思ってね、僕聴いてたんですけど、実はですねこの後また紹介するんですけど、ラードというですね、3人組がいます。今ちょっとリーダーのねベースのリーダーはちょっと事情があってライブに参加していないんですけども、そのラードがですねなんとそのボーカルピブくんとラップ担当のケイくん実はこの星正人くんと同級生だったということが発覚しましてですね、しかもピブくんはまあ僕の予想通り、結構ね突っ張ってた感じが学生の時あったらしくてですね、そしてこの星正人くんはなんと、中学時代らしいんですけど生徒会長をやってたということで、なんだろうな申し訳ないんですけど見たまんまのなんかね2人の会話がすごく面白くて、ね、で K 君っていうラップのね K 君っているんですけど、その K 君はどちらかというと当時は生徒会長よりの、ね、タイプだったらしいんです。真面目なタイプだったらしいんです。今は真面目じゃねえのかって言ったらそんなことはないんですけどね、すごくね音楽に対してはこの2組ともですね、すごく真正面から向き合ってねお話ししてたんで、なんかミュージシャン同士の会話っていいなーなんて思って聞いてたんですけどね。まあそんなわけで星正人くん元生徒会長ということでですね、今はなんと学童の指導員とかもやってるということでですね、真面目な本当に青年で、歌の通りのねなんか人格がこの曲に現れてるななんて思いながら僕も聞いてたんですけどね、いいですね星正人くんの曲僕結構好きです。はい、まあそんなわけでちょっとね大田原出身ということで、大田原西那須かな出身ということで、ちょっとこれからもね近いところにいるのでいろんなイベント等にも那須ウェブも絡んでもらおうかなと思ってるんですけども、まあそんなわけで、まあもう中間番組もね半分過ぎようとしてるんですけれども、那須ウェブではいよいよ明日から6月になりますけど、6月といえば夏至ね、夏至といえばキャンドルナイトということで、6月の25日にですねキャンドルナイトの開催が決まりました。イエイ。6月の25日土曜日ですね、夕方3時から、夜は8時までですね、黒磯駅前 JR 宇都宮線の黒磯駅前がですねの商店街が、歩行者天国になります。交通規制がかかりまして、でそこで、キャンドルナイト、ろうそくをね灯して、スローライフを楽しもうというイベントが開催されます。その中でもナスウェブはもう恒例になっておりますけど、ライブをね毎回開催しております。冬 のキャンドルナイトの時は、陣愛会サロンというですね、建物、すごく素敵な石の建物を利用してですねライブをやったんですけども、ちょっとこの夏に関しては実はねその建物自体が絵画展示などに使われる建物ということで、虫が入るとねかなり汚れる可能性があるということで、今回はまあそのイベント自体のね JR 黒石駅前のその駅前商店街のですねイベント側も今回は路上にどんどん人を出そうというですね、動きがありまして、路上で今回はライブをやろうということで、ストリートのですね真っ正、全く反対側両サイドからライブをやろうというような企画が今持ち上がってます。これが正式に決定はまだしてないんですけれども、とにかくナスウェブとしては路上でやっていただけないかというお話をいただきましたので、路上にステージを設けてですね、それこそ模擬店とかに来てるお客さんに向けてですね、歌を発信していこうじゃないかということで、夏のこのキャンドルナイトはですね路上で、やります。ストリートですね、ちょっと楽しみなんですけど、いろいろ今準備で忙しい状況なんですけどね、まだ出演者も数名決まってるという状況なんですけど、大島くんどうなんですかね、予定大丈夫ならね、ここでもう出演表明などしていただければもう決めていきたいなと思うんですけどね、オファーは言ってるかと思うんですけれども、まあそんなわけでですね、キャンドルナイト6月の25日に開催されますので、皆さんぜひ遊びに来てください。素敵な夜を皆さんにお届けしますのでよろしくお願いします。キャンドルナイトもそうですけど、まあ今度の結婚式の二次会もそうなんですよ。本当にね何かイベントがあるときには何か僕は重なってくるということでね、はい、ここでお返事
出ますということでありがとうございます。大島雅宏くんが、出演決定ということでですね、僕はもうツイッターの方では大島くんとはちょっといろいろやり取りをしてるんですけど、あの曲をできれば大島くんの演奏で僕歌いたいなと思ってるんで、ぜひ準備をしていただければと思います。ツイッターで言ってたマロンの参加はですね、ちょっと歌ではできにくいということだったので、できれば2人でやれればと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ここではまだ明かしませんが、直前ぐらいになると何をやるのかなっていうのはだんだんね番組でも紹介していきたいなと思ってるんですけども、いや楽しみですね。そんなわけでですね、前回のキャンドルナイト、冬のねキャンドルナイトの時にはこの大島雅宏君にもやっぱり出ていただきましてですね、なんとその時にブルースさんとコラボでですね曲を作っていただいたんですね。ナスの風、ナスウェーブという副題もついてますけれども、この曲をですね、なんと、我がナスウェブで今月から始まった番組、ナチュラルピースというマロン2人がですねお送りしている番組の、第2回がですね6月の8日に、放送されるんですけども、はい、あの曲ぜひ演奏を任せてくださいということでよろしくお願いします。楽しみにしてます。僕も歌練習しておきますんで、よろしくお願いします。そのですねマロンの番組の中でですね、明日から6月になりますけど、6月の8日放送のナチュラルピースの中でですね、この楽曲をちょっとね使わせていただきましてですね、ある映像を作っております。これは、放送後 YouTube にアップしようと思っております。本人もいいなって言ってたので、アップしようと思ってるんですけど、まあそれは6月8日に皆さん番組見ていただければわかるかなと思うんですけど、ぜひこの、大島雅宏くんが作ってくれたナスウェーブのテーマ曲でございます。ナスの風、ナスウェーブ、これをここで一回聴いていただきたいと思います。どうぞ。
はい、聞いていただいた曲がですね、大島雅弘くん作曲作詞ブルースさんでですね、夏の風夏ウェーブというですね曲でございました。ちょこちょこですね、編集等をしている番組の中でですね使わせていただいておりまして、大好評でございます。ありがとうございます。そんな中、メールが来たので、ここで紹介したいと思います。本日のねメールテーマは二次会ということでメールを、紹介したいんですけども、ラジオネームスーニーということでスーさん見てるんですね、ありがとうございます。先日はお世話になりました。二次会では、メレンゲで盛り上がりましたメレンゲで盛り上がりました君島君メレンゲ君っちょに改名かなということで、これ僕ちょうどね多分ね参加行く前の多分話題だと思うんですよね。なんかねメレンゲって確かに僕行った時に話いろいろしてたんですよね。これは多分君島くんのブログもしくはスーさんのブログの方でですね、アップされるんじゃないかなと思うんですけどね。メールありがとうございます。そうなんですよね、二次会、アコフェスの二次会もね、大変盛り上がりまして、今までアコフェスの二次会ってなかったんですけどね、今回はやりましてですね、随分僕もこの実はアコフェスの後に取材があって、でその後取材の後に結婚式の余興の練習したんですよ。そうで10時半ぐらいまで練習して、そのままその足で、打ち上げに行ったらまだみんないてまだみんないてっていうか、まあ数名帰ってはいましたけど、星くんとかそしてこの小林さんとかでね、小林進さんもいらっしゃいましてですね、ゆっくりちょっとお話ができてよかったなと思ったんですけどね。そんなわけで二次会ということでね、今日はメール募集してるんですけど、そのね先ほど聞いていただいた大島くんの曲は、6月の8日放送のマロンの番組ですけど、ナチュラルピースの中でですねちょっと映像とコラボしてですね、作らせていただきましたんで、ちょっと楽しみにしててください。6月8日夜10時から、第2水曜日ですね、放送になりますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、そんなわけでですね、今日二次会というテーマと合わせてですね、このアコフェス、日曜日にね開催されました。いつもなら第2日曜日にですね開催しているこのアコフェスなんですけども、今回はちょっとねいつも利用させていただいているライブハウスフリーダムさんの方で、ちょっといろんな都合が合わずですね、延期になっておりまして、今回は29日に開催となりました。その映像をですねまた皆さんにお送りしていきたいなと思うんですけども、先ほど話に出た星正人くん、この星正人くんの同級生でもある、ラードの2人ですね、ピブくんとケイくん、今回は本当はケイくんのソロが出来上がったのでそれをお送りしようかなと思ったんですけど、すごくメッセージ性が強かった曲が1曲あって、でそれをねちょっと僕紹介したいなと思って今日はこの曲を紹介します。ボーカルのピブ君ソロの曲なんですけど、もう数年前に書いてた曲らしいんですね。でこれは曲名は会えない人っていう曲名なんですけど、その震災で連絡が取れない友人とか、実はピブ君MC でも言ってたんですけど片親なんですね。母親しかいなくて、で父に会ったことはないということで、そういった気持ちを歌に込めたという曲でですね、すごくメッセージ性が高い曲だったので、今日はこのピブ君のソロになるんですけども、会えない人という曲を紹介したいと思います。ちょっとゆっくりね、歌詞と、メロディーとですね合わせて聴いていただければと思います。ハッピーデーさん25日は東北に行っていますということですね。それもやっぱりねこの活動と同じ、ハッピーデーさんもねいろんな活動しておりますから、それはもうそちらを優先していただいてですね、我々はもう一生懸命イベントに取り組んではいきますので、来れる方はぜひ、25日アコフェスじゃないキャンドルナイトね、夕方3時からやっておりますので遊びに来てください。それでは聞いていただきましょう。ラードで、ボーカルピブ君のソロです。会えない人どうぞ。Yes.
全てが眩しすぎて空気みたいな存在でいつも温かく見守ってくれたね。もう会えない人と分かっていても会いたくてこの声が聞こえますか、届いていますか、元気ですか、会えない人、はい、聞いていただいたのがラードのボーカルピブ君のソロですね、会えない人という曲なんですね。ここまでは実は MC すごくおちゃらけてた感じもあったんですけど、ピブ君多分この曲に込めてる気持ちっていうのはすごく深いのかなと思いました。っていうのは実は僕も片親なんですね。母親しかいません。で、その話をした時にすごくなんかピブ君のこうなんか表情というか話す感じがね変わったので、この曲に対する気持ちっていうのはかなり深いものがあるのかなと思うんですね。で、ピブ君このねブルーっていうアルバムを最近出しました。全国発売は6月3日だったかななんですけども、もうすでに僕これサインもねつけていただいたんですけど、この中にその曲入れてないんですよ。で、多分いつか入れようとは思ってると思うんですけど、この楽曲会えない人という曲は完全にオリジナル、ピブオリジナルという感じなので、多分今回のこのアルバムに関してはハートブックスツタヤ、400も西那須野店でよくライブやってますけど、そのツタヤのですね常務が、作詞を手掛けておりますので、それをメインにね今回のアルバムは作ったのかなと思うんですけど、ぜひですね僕はこの会えない人という曲はいつかCD に入れてもらえたらなと思いますね。すごくいい曲だと思います。でこのラード実は7月に、メジャーデビューを果たします。それこそ本当にメジャーの、レーベルからですね、CD を発売ということで、まだ本決まりではないんですけど、なんかテレビ番組の、ドラマか何かの主題歌か挿入歌 の方にも決まりそうだというお話があったので、これからそれこそ本当にねラード、3人組ですけども、どんどん飛躍の年に今年はなっていくのかなと思ってるんでね、ぜひ注目していただきたいなと思います。はい、そんなわけでですね今日は二次会というテーマでやってまいりましたが、全く僕は二次会の話あんまり進めておりませんでしたが、実はですね、今週土曜日に開催のその結婚式、二次会の幹事をやって余興をやって、そして実は受付も僕頼まれてるんですよ。僕はね多分今回の結婚式は多分落ち着かないと思いますね。しかもねまだここでは言えませんけれども2曲やるんですよ余興。1曲は先ほど言ったねずっと好きだったという斉藤和義さんの曲やりますけど、もう1曲はちょっとね、サプライズでやる予定なのでここでも言えませんまだ。はい、しかもアカペラでやるというですね
思い切ったことをやりますけれども大丈夫なのかなというですね、そうなんです、忙しそうですねということで、忙しいんですよ本当に。まあでも結婚式終わっちゃえばね、あとはキャンドルナイトの準備に、本当に本腰入れてやろうと思ってるんですけども、本当ねこの結婚式久しぶりに気合い入れてやってますよ。今まで僕経験した結婚式大体余興必ずやってましたけど、いろんなことやりましたね。ハッピーサマーウェディングですか、ね、モーニング娘。のですねハッピーサマーウェディングを白鳥着てですねやったりとかですね、いろいろやりましたね。あの騎士団の何ですか、なんて曲だったっけ、ありましたよね結婚式のね、あんなのもやりましたしね、振り付け毎日のようにみんなで練習してですね、踊りもやりましたしね、懐かしいですね。そんな DVD もあるので、まあ、みんなの許可がなければ流せませんけどまあ楽曲がねちょっとね CD 流してるからちょっと皆さんにはお見せできないかなと思うんですけどね、まあちょっと久しぶりの結婚式なんでね、お祝いですし盛り上げて頑張ってこようかなと思っております。そしてですねアコフェスのお話また戻りますけれども、今回、トップバッターは、オンリー小野正俊さんがですね務めたんですけど、ちょっと今回自分のそのなんていうかな、まあ放送するのに自分の中でまだまだちょっと流すレベルではないというようなお話がありまして、配信しなかったんですね。で、実際皆さんに見ていただいた配信では一番最初に二郎さんがね、出ているんですけども、この二郎さんがですねなんとワンマンでライブをやります。まあカフェでね、ワンマンライブをやるんですけども、大田原にあります山手という場所にありますブラピというですね、自家焙煎のコーヒーをやってるお店なんですけども、まあ地元の方だとピアというですねベーカリーピア、パン屋さん、その2階にあるカフェなんですけども、まあわかるかなと思うんですけどね、そこで6月の12日土曜日にですね、ライブを開催します。前回は4月に君島大輔くんがソロで、そこでライブをやってるんですけど、今回第2弾ということで二郎さんが、ライブをやるので、その二郎さんの楽曲をですね1曲紹介したいと思います。これ多分二郎さんが、ハッピーデーさんね、僕の白鳥姿、そのうちじゃあ写真探してみますか。写真でなら多分ね音楽もないので出せると思うんですけど、多分僕一人では写ってないんでみんなの許可もあるかな。顔ぼかし入れて今度探してみますか。あんまりお見せしたくない映像ではありますけどね、まあ機会があればちょっと探してみたいなと思うんですけどね、まあそんな二郎さんのお話戻りますけど、二郎さんがワンマンライブをやるということで、二郎さんがね多分オリジナルで作ってる楽曲の中ではこれが一番新しい曲かなと思います。爆臭というですね、曲があります。これ僕結構好きな曲ですね、二郎さんの曲の中でね。有名なのだとうなぎ弁当がありますけど、これは結構真面目にね、真面目にって、まあ、失礼ですけどね、二郎さんも曲全部真面目に作ってるはずなんでね、この爆臭ちょっとゆっくり聞いていただきましょう。どうぞ。
都会に疲れ仕事に疲れ果て人のことを忘れたかった。逃げ出してきたつもりではなかったけれど疲れ安らぎを求めていた。わざわしだっての人付き合いがかけがえのない触れ合いに変わってゆく。麦の穂は豊かに実りをつけて袖をまっすぐ立とうとしている。僕自身も実りをつけながら背筋を伸ばしていきたいと思う。君に伝える機会はもうないけど新しい恋も始まっています。もうすぐこの街で一番暑い季節がやってくる。はい、爆笑という曲でした。次郎でした。どうもありがとうございます。はい、聞いていただいたのが次郎さんで爆笑という曲ですね。6月の12日にですね、次郎さん、アンプラグドですけども、カフェでですね、ワンマンライブブラピというお店です。自家焙煎ブラピで調べていただくと多分、見つかるんじゃないかなと思います。大田原市、山の手にあるお店でございます。ぜひですね、お時間のある方は遊びに行っていただければと思います。そして私事ではございますが、6月の18日土曜日にですね、那須にありますフットプリンツという、カフェがあるんですけども、そちらでですねザ・フルーツバイキングの、初夏のライブということで、そのですね音響をなぜか僕が務めることになりました。いや僕どうなんでしょうね、いろんな経験をね僕も積んでい、こうとは思いますが、初めてですね、音響担当という大役を任されましてですね、6月の18日、7時、スタートかな、6時オープン7時スタートみたいな形で多分やると思うんですけども、なんと加藤修司さんもですね、ゲストライブということで参加します。そして那須のですね、名前がね、調べておかなかったんですけど、那須で活動するミュージシャンももう一組出るということで、3組によるですね、演奏が、フットプリンツというお店で開催されます。これは投げ銭ライブという形なので、ぜひですね食事をしながらお茶を飲みながらですね、参加していただければなと思います。チケットとかそういうものはありませんので、ぜひフットプリンツというですねお店、僕のブログの方でも今日の記事でアップしておきましたので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、そんなわけでですねこの番組ももう終盤ということで、二次会いよいよね、僕土曜日、頑張らないといけないなと思ってるんですね。やっぱりね、個人的には二次会頑張んなきゃとか、余興の演奏うまくやらなきゃとか思うんですけど、一番はね新郎新婦2人をどう励ましていこうかというか、ね、盛り上げていこうかっていうことが一番重要なのかなと思ってるので、その気持ちだけはね忘れずに、余興そして二次会と盛り上げていこうかなと思っております。そして明日からいよいよ6月ということで衣替えの季節でもあるんですよね。なんか衣替えの季節って急にだいたい寒くなることが多いんで、なかなかね衣替えがうまくピタッとこうできない時期ではありますが、皆さんもね風邪ひかないようにね気をつけながら、だんだんとこう夏に向けて暑くなっていきますので、で、今年はね多分エコね、本当に節電、これがね重要になってくる、ね、今年1年、今年の夏になるかなと思いますので、みんなで協力してね、節電頑張りましょう。もうクールビズも始まっておりますけどね、ね、6月どういう月になるのかなって、僕はもうイベントが目白押しなもんですからね、どうなっていくかなと。そして18日のあとは1週間後ですけど25日キャンドルナイト、大島くんも参加決定しましたので、よろしくお願いします。そして大島くんと僕がコラボで、曲を歌おうと思いますので、よろしくお願いします。いいですね、僕ギター自信ないんで、演奏してくれる人がいると嬉しいですね。僕も歌の練習をしっかりしようと思います。大島くんとは連絡を取り合ってちょっとね、何度か合わせられればなと思いますので、大島さんよろしくお願いします。そんなわけでちょっと僕の中でも楽しみがキャンドルナイトにできましたので皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。キャンドルナイトはね夏と冬と、年に2回は開催していきますので、ライブの方に、だんだんね
ナスウェブとしてもこうテーマの中でミュージシャンをこうオファーしたりとかっていう形になっていくかなと思います。本当にお付き合いのあるミュージシャンたくさんいるので全員出したいところではあるのですが、なかなかね、全員出すという時間枠がなかなか取れませんので、厳選してですね お声をかけさせていただこうと思っておりますので、ぜひお時間があるミュージシャンの方は参加していただければと思います。よろしくお願いします。まあ、そんなわけで、鴨雄三の優しい独り言今日はここまで。まあ、二次会というテーマでねなかなかメールを送りにくかったんじゃないかなと思うんですけども、今月5月はね、5月病なんて言って、みんなダラダラしてしまった方もいるかもしれません。もう明日から6月ですからもう5月病なんて言ってられませんからね、夏に向けて、ガンガン、やれることをどんどんやっていきましょうね。まあ、そんなわけで鴨雄三の優しい独り言今日はここまで。来週は6月に入ってですね、マロンの番組の前の日がね僕の番組になるんですけどもね、その時もまたこの大島くんのですね那須の風那須ウェブこれのね映像を早くみんなに見せたいと思ってるんですけどね、楽しみにしててください。はい、ハッピーデーさん土曜日僕頑張ります。ずっとずっと好きだったんだぜ。これからちょっと練習しますからね。はい、そんなわけで今日も1時間皆さんお付き合いありがとうございました。本当ねスーさん、チャットの方にはね入っておりませんけどもメールいただいて本当ありがとうございます。これからもですね群馬と栃木、まあ実は大島くんのあたりからもう佐野から見るとねすごく近いと思いますのでいろんな絡みがこれからできるんじゃないかなと思っておりますから、ぜひですね、また小林進さん会う機会があると思いますのでよろしくお願いします。そんなわけで今日は1時間本当皆さんありがとうございました。来週も同じ時間に僕はここにいますので、ぜひ、このチャンネルでですね僕を鴨雄三の優しい独り言優しいかどうか分かりませんけどもぜひ覗きに来てください。次の放送はですね今週の土曜日、夜11時から HMC33 の2人ひょがりですね。今回はちょっとね収録という形を取らせていただきます。なぜかというと僕が結婚式に行くからなんですね。申し訳ありませんけども、収録の方でもまあ楽しんでいただければと思います。それでは今日は1時間本当にありがとうございました。鴨雄三の優しい独り言でございました。次に会うのはまた来週ということでバイバイ。You know